7月17日、大阪府にて、府知事の定例記者会見が行われました。現、大阪府知事である、吉村博文氏が、質疑応答の終盤、とある記者から、東京都知事選における石丸伸二氏の評価は、と、いう類いの質問を受け、次のように答えています。まずは、こちらをご覧ください。あと最後に石丸前、秋高田市長への評価についてお伺いしたいんですが、藤田幹事長は会見で都民の心をつかんだということで前向きな評価をされていましたが、一方で朝日新聞が報道してましたけれど4年間で人口が1000人減ってたと、果たして成果を上げているのかという記事も出てるんですが、吉村共同代表のお考えは評価はどうなんでしょうか。東京都知事選挙において東京都民の皆さんから2番手の負託を得たということは僕もシンプルにすごいことだというふうに思います。問題意識であったり都政がどうあるべきかということを、ある意味実直に訴えて、そしてなかなか一票をで自分の名前を書いてもらうってすごく難しいこと、大変なことで、その論評するのは簡単なんですけれども選挙で自分の名前を変えてもらうっていうのは本当に大変、そんな容易な話ではない。有権者はしっかりと見てますから、そういった意味では利権や共産が応援して非常に知名の高い蓮舫さんをぐんと押しのけて東京都民から2番手の評価を受けた石丸さんはもうやっぱりシンプルに僕はすごいなというふうにも思います。それは僕らの考えるような既存の政治のやり方ではなくて、新しい政治、中田町の匂いも一切しないですし中田町の問題も都政にも持ち込まないし、やはり新しいこの日本を築いていく、そして東京都政はこうあるべきだということを真摯に訴えてその熱量が伝播したんだと思います。ですのでなんかその 一事項を使えていろんな今もネットメディアも含めていろんなことはあるんですけれど批判はあるんだけれども僕はシンプルに石丸さんは立派だと思います。すごいなと思います。なのでやり方を見てて維新も原点に立ち返って永田町的な政治ではない既得権とぶつかっていくこの新しい政治の在り方、古い政治とぶつかっていって新しい道を切り開いていくというような政治、我々そこを目指してやってきてるんですけども、そういったことをやっぱり改めて大切だなというふうに僕は認識をしています。一つ一つの評価でいくと秋高田市政でもいいとこも悪いとこもそれはあるんでしょうけれども、でも東京都民から2番手の負託を得た、しかももともとはメディアの皆さんは直結対決とか言ってたぐらいですから、蓮舫さんと小池さんのこの2大対決だというふうに言ってた中で完全に番狂わせを起こしている。でもそれは東京都民が起こしたわけですから、そこを見るとやっぱり石丸さんは僕はすごいなというふうに思います。で今もなんかいろんなネット記事でもここはあえたこういったみたいなことで捉えて批判している記事多いですけれども、なんかそこまで言って面白いのかなと僕は思いますけどね。そんな一生懸命新しい風を起こして中田町的な政治じゃないあれ戦いをして、もう本当に選挙って大変なんだけどそれを一人である意味戦って、そして東京都から2番手の評価を得て、その後、テレビに出られてこれああ言ったじゃないかみたいなことを捉えてね一生懸命叩いてる姿を見ると、大変、僕もしょっちゅう叩かれてますけど、石丸さんのような若いこうチャレンジする政治家っていうのもうちょっと広い目で見るような日本であってほしいなと僕は思っています。秋高田市政が学校給食無償化とか子ども政策に力を入れているのに4年間で1000人人口が減ったということを問題にしているのが先の記事だったんですが、そういう実績についての評価はあんまり気にしなくてもいいという今のご発言だったような気がするんですが、その辺はいかがなんですか。やっぱり実績データで成果をきちんと有権者が見た上で判断するべきじゃないかというふうに思うんですが、その辺が選挙中はほとんど語られないままですね、任期投票みたいになっちゃったのは問題なんじゃないかと
人気投票で票は取れないですから、有権者はそこまでバカじゃないですよ。有権者は自分の一票を誰に託すかって、ね、真剣に考えて投票しますんで、いろんな識者の方も言うんですけれども、有権者の一票は重たいです。でじゃあその文句言う有権者批評家一回選挙出てみたらいいですよ、そんな簡単に票なんか取れないから、ちゃんと見てます、この人がに託せるかどうかっていうのは。有権者はその中でやはり石丸さんっていうのはもちろん秋高田市長として実績を積まれて、そして実績の意見はあるんだと思いますけれども、実績を積まれて、そしてこの東京都政にチャレンジする中で、さまざま自分の考え方を発信し、芋づる式に応援する人がさらに増えてきて、やっぱりみんなすごい熱を感じて期待をして、そして名前を書くわけですから、このことは、そして、東京で2番手160万票ですかね、160万票、万人の方に名前を書いてもらうっていうことは相当すごいことだと思った方がいいですよ。コメンテーターの人もいろんな評論家の人も、その上でやっぱりやらないと、何かこう、テレビに出ても、僕もテレビで石丸さんが見ても話してるときは、見たりもしました。で、ここは切り取られるだろうなと思ってるとか、切り取られてるとシーンもやっぱりあります。でも、トータルとして見てると、やはりその日本の、ある意味その人口問題であったり、日本の本当の先の未来というのを憂いながら何とかしたいという思いはあるんだろうなというふうに僕は感じています。このままの状態でいったら未来がやっぱり非常に厳しいことになるから、何とかしなきゃいけないという思いは僕は感じます。多くの有権者の人も感じたんじゃないかと思うんです。その話の中で、いろんなところが切り取られて、批判の対象になったりは SNS 社会ですから、この部分だけ切り取って、そこがなんかその人の全ての意見みたいになったりしてるんだけれども、そんなことしても日本にとって僕はプラスにならないんじゃないのかなと。やっぱ若い政治家がチャレンジできるような、そういった環境をもっともっとみんなが広く寛容的に見ていかないと、結局は古い政治だけが残っていっちゃってるのが、そして日本はこの30年成長してないっていうような事実として残ってるわけだから、新しい感覚の人が、新しい中田翔的ではない政治のやり方で参入する、そこにはそれはテレビ出たらね、ここ切り取られたら批判されるだろうなということはあるかもしれないけれど もう全体としてやっぱり見てあげないと、全大人なんだからと僕は そういうふうには思いますけれども、ね、その切り取ってそこだけ出したら、何かこうネットでわーって回数増えて注目されるかもしれないけど、そんなことばっかりやって日本は良くなるのかなというふうには思います。僕ももちろんその対象なので、常に言われたりもしてますけれども、石丸さんなんか特に、僕なんかこうもう言われ続けて長いですから、あれですけど、石丸さんっていうのはまだ出てね、秋高田市長で頑張られて、そして今回ぐっと全国的にも注目され、そしていろんなテレビでも今出演されて自分の考え方を述べてる、その中で全体としての考え方は僕は立派だなと思うんですけど、一個一個やっぱりここと切り取られたら批判されるだろうなというのはあるんですけど、そういうところがやっぱり切り取られて批判をされて、その人のなんか考え方の全てみたいにして、なんかこう潰しにかかるというの、この社会はなかなか残念だなと思って見ています。もっと若きチャレンジャーをもっと応援したらいいんじゃないですかと僕は思います。いかがだったでしょうか。吉村氏は自身も選挙経験があることから、今回の東京都知事選の石丸氏の結果を非常に評価していました。記者からの人気投票になってしまっているのではという質問に対してもバッサリ、人気投票で票は取れませんからとぶった切っていました。石丸氏へ投票した一有権者として、会見での吉村氏の発言内容は強く共感しました。会見ではさらに記者からこんな質問もありました。子ども政策に力を入れているのに、秋田方市の人口が1000人減ったのは成果を上げていないのではないかといった質問。これには視聴者の皆様も言いたいことがあるかとは思います。ぜひコメント欄へ思いをぶつけてください。当チャンネルからは一言だけ、勉強不足も大概にしてください。さて、根拠のない石丸批判を謳うデタラメディアが
蔓延している中、当チャンネルは今回、興味深い記事を見つけました。題名は、発信力はあるが、インタビューが、若者世代の石丸伸二氏への現在の印象はいかに。この記事は、らしさというコスメ、ファッションの情報を中心に発信するウェブサイトで、大学生200名を対象に実施した東京都知事選に関するアンケート結果をまとめたものでした。記事の内容を一部引用し見ていきましょう。 Z 世代に特化したクイックリサーチサービスサークルアップが2024年都知事選に対する若者の関心度、石丸伸二氏の好感度調査をテーマにした調査レポートを発表しました。それによると、今回の都知事選で政治に興味が湧いたかという質問に対し、約7割がとても興味が湧いた、やや興味が湧いたと回答しました。と、記事はこのような出だしで始まります。なんと、アンケートに答えた大学生の7割以上が以前より多少なりとも興味が湧いたという結果になっているようです。記事の続きを見ていきましょう。興味が湧いた理由として、日本をより良くするリーダーが新たに生まれるかもしれないということに非常に感銘を受けた。候補者が多く変な人もいたことで投票しなければと思った。候補者が YouTube や Twitter などでも積極的に選挙活動をしていて、候補者それぞれの公約が把握しやすかったといった意見が上がりました。また興味が湧かなかった大学生の意見としては、支持者同士の争いや奇抜な候補をたくさん目にして疲れてしまったから、多分小池百合子が勝つと思っていたし、他の候補が大松候補がほとんどだったから、生活していて政治がどのように一般の暮らしに生かされているのかわからないからなどの意見が上がりました。実に様々な意見がある中、そもそも政治に関心が集まっていること、このこと自体が素晴らしいことだと感じます。記事はこの後石丸氏について触れています。ではそちらを見ていきましょう。石丸伸二氏への印象に喧嘩あり2位となった石丸伸二氏に対する印象についても調査を行ったところ、選挙後の印象について大学生のうち 27% がポジティブに変わった、 18% がネガティブに変わった、 55% が変わらないと回答しました。さらに石丸伸二氏の現在の印象については、6割の大学生が石丸伸二氏に好印象を抱いていることが判明しましたとのこと。毎日石丸氏のニュースをチェックしている当チャンネルの主観では、世に出回っている半分以上のニュースやネット記事が石丸批判だと感じます。そんな中、アンケートに答えた半分以上の大学生が石丸氏へ好感を抱いているとの結果が出ており、ここにもマスメディアと若年層とのズレが見られるのではないかと感じました。記事は次にその理由について触れています。続きを見ていきましょう。好印象だと評価した大学生は理由に、ネットをフル活用している、現代人に近い古い政治家ではない、イメージの政治家だから、寝てる議員に注意したりとか、正当性のあること言ったりとかしてるから、若者の選挙投票率が低い。今だからこそ若者が選挙に興味を持てるきっかけを与えてくれたと思う、などの意見が寄せられました。一方、評価しないと回答した大学生は理由に、質疑応答などが変な人な感じがしてしまう。元乃木坂46の山崎怜奈氏に対し、鼻で笑うような態度が見られたため、選挙活動する姿に尊敬したが、選挙後のインタビューの様子から考え方が難しすぎるところがあると感じた、など選挙後のインタビューに対して不信感を感じた人が多い結果でした。記事は終わっています。賛否両論ありますが、
この東京都知事選における石丸氏の出馬は、これからの日本の政治に大きな影響を与えたと言えるのではないでしょうか。このアンケートの結果は、石丸氏にとってポジティブであるように感じます。しかし、この記事、なぜ先のような題名とするのかは不思議です。もしやこれはアンケートを取る側の予測を裏切った結果となってしまったのでしょうか。では、最後に石丸氏の街頭演説に多くの学生が集まっていた場面を振り返って見ていきましょう。皆さん、見えましたか？あそこに日本の未来が晴れてます。中学生、高校生かな。選挙権がない年齢、あっち向いた。高校生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 。中学生や高校生がこっちに見た。政治に関心を持ってくれるようになったって喜んでる場合じゃないんですよ。逆です。持ってもらえるようにしなきゃいけなかったんです、ね、大人になって急に選挙権与えて若者の選挙離れとか酷なことを言いすぎです。単につまんないから近寄らなかった、見なかっただけです。ね、誰の責任って若者じゃないですよ。おっさんの責任ですよ。この責任果たしていきましょう。皆さん、こんな楽しい東京都知事が誕生したら最高の日本になりますよね。さあ、それではこれより石丸真嗣、皆様に直接ご挨拶をさせていただきます。たくさんお集まりいただいていますので、押し合わないようにお気をつけくださいませ。またご通行中の方の邪魔にならないように、ステッチブロックも踏まないようにお願いいたします。いよいよ4月7日東京都知事選挙投票日となっております。最近梅雨入りして雨も降る日もございますので、ぜひ皆さんお天気がいい日に期日前投票も行っております。ぜひ期日前投票にお友達お誘い合わせの上行ってください。そして石丸真嗣にライブ投票をお願いいたします。ランチ食べに行こうよ、映画行こうよ、そんな楽しい気持ちで石丸真嗣ライブ投票行こうよ、選挙行こうよ。そんな風に一人でも多くの方に皆さんで楽しく盛り上がって石丸真嗣に第一投票、この輪を広げてください。そして先ほど本人の話にもありましたように、 LINE の上から下までもう全員に今のこの動画送ってください。そして石丸真嗣とフルネームでお伝えください。石丸候補者もう一方いらっしゃいますので、石丸真嗣と必ずフルネームでご友人にお伝えください。皆さんの手にかかっております。先日たくさんの方がお集まりいただきまして、 X のトレンドワードも連日石丸真嗣ランキングナンバーワンとなっております。さらにさらにこの輪を広げて7月7日にはみんなで笑い合いましょう。ぜひ皆さんにかかっています。全国の皆さん、そして今お越しいただいてた高校生、大学生は選挙権がありません。東京都民の皆さん、プラチナチケットをお持ちですよ。そのプラチナチケット、有効活用してください。皆さんにかかっています。石丸真嗣。石丸真嗣と皆さん、フルネームでお願いいたします。広げてください。皆さんは、このお祭り、楽しいですよね。でもまだこのお祭りに参加していない多くの方がいらっしゃるんです。ぜひ皆様、このまだこのお祭りの人に皆様は石丸真嗣に大変な人を使用してください。
応援してます。頑張って。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。頑張って。いかがだったでしょうか。このように石丸氏の街頭演説を連日多くの学生が見に来ていました。そして何より石丸氏の演説を聞いている方々の楽しそうな姿が印象的でした。これこそ未来への可能性ではないでしょうか。これを理解もせず潰そうとするマスメディアの記事や切り抜き報道はどのような目的、そして気持ちで世に発信しているのでしょうか。思った以上に日本は今深刻な状況にあるなと感じました。さて、皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見をお聞かせください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。I want you, baby, Bobby.